50歳からの美顔は武器となる、メイクアッププロデューサーの翔子です。はい、本日は質問がありまして、透明感のねあるベースのね、仕方の説明をした動画で、やはりね、ちょっとこうね心もとないそのぐらいでいいんですかとか、ちょっとこう肌質によって、やり方は違うんじゃないんですかっていうご質問が来てたんですね。はい、その通りです。肌質だったりとかトラブルだったりとかね、隠したい場所、人によって、肌質って変わってくるので、ある程度条件が揃ってる肌っていうのが透明感がね出せるファンデーションっていうのはつけやすいんですけども、やっぱりねトラブルがあったりとかシミね、たるみとかいう老化現象がね起こった肌っていうのはなかなかねそこは難しくなってきたりもするんですね。なのでスキンケアも大事にして、ちゃんとね美肌に作っていってファンデーションを塗っていくっていうのが基本です。はい、で私の考え方としては、今からしっかりね手入れをしていって、もう70になった時にはねすっぴんでいれるぐらいなお肌になれるような形っていうのはすごい理想的だなと思うんですね。で70代になるとこう皮脂の、ね、分泌とかも激しくなくなってくるので、そのままね今の時期、まあ大体60代ぐらいまではやはりね皮脂が出たりとか、そう毛穴がねこう運動することが多いんですね。そうすると崩れやすかったりっていうことがあるんですけども、そちらの方をまだねある場合はファンデーションとかそういったもので守ってあげるっていうのも一つの、方法にもなるので、まずファンデーションもいろんなものがあるので、自分に合った自分の肌が綺麗に見えるっていうのを、模索してもらいたいと思います。なのでいっぱい私ベースの、動画を上げていきますので、自分にね合った方法を見つけてください。で、今日ねやるのはこちら、先日ねお仕事した時にちょっとねいいなと思いまして、今日はこちらの方をご紹介したいなと思います。でリオのザ・セラム BB って書いてます。でこちらの方のね中身っていうのは BB クリームなので、美容液、乳液、ね、化粧下地で日焼け止め、ファンデーションって書いてますけども、 SPF は35になってますね。こちらの方ね6種のボタニカルオイルって言ってオイルがベースになっているので、すごくね大人の肌の悩みに、とても特化しているっていうことなので、実際ねつけて、試してみたいと思います。では今からいきます。はい、塗っていきます。このくらいですかね。まずね気になるこうね目の目の下ですね。目の下のところからいつも言ってる美の三角ゾーンです。で隠したいとこですね。私結構この辺に赤みがあるので、口の周りも余ってるのでつけちゃいます。で額ね、眉毛に近いところに置いていただいて、そこから放射状にね伸ばす感じで、で結構手のひら私全部使って塗っていきます。どうですかね、結構こう綺麗になりましたかね。一緒ですね、この美の三角ゾーンにつけてあげて、でこのね鼻のところを伸ばしてね、で額、なじませていきます。でやはりね、40、50代の肌っていうのはどうしても
厚塗りになってしまうと結構ねシワっぽくなってくるので、ちょっとね薄付きにして、足りないところを、私はコンシーラーを使うよりはこういうクリームファンデーション、今日は、こちらの方ですね、わかりますかね、クリーミータップミネラルファンデーションっていうのを少しね目の下の部分に、ちょっとね今日ね寝不足でここにね、ちょっとゴルゴラインが見受けられるのでつけちゃいます。でポイントですね、全体的に広げるっていうよりは気になるところだけを小鼻とか、私小鼻ちょっと赤くなりやすいので小鼻とか、どうですかね、全体的にこんな感じです。はい、そしたらこのベースナチュラルでね BB でつけたんですけども、そこから、いつもの今日はちょっと打ち合わせに行くので、打ち合わせのね用のメイクをしていきたいと思います。でちょっとパウダーですね、 T ゾーンだけちょっとつけときます。眉毛です、ね、今日はいつもより眉筆が大きいのになってます。手元の鏡とちょっと離れてみる、鏡をねこう確認するといいですね、細かいとこ。じゃあアイシャドウ、ボディショップのアイシャドウをつけていきます。でこちらのね色で、ことワイパー塗りですね、ワイパー塗りしていきます。でそこからね、ちょっと明るめのちょっとゴールド系ですかね、ゴールドとピンク混ぜていこうかな、真ん中に入れていきます。でビューラー、で先日ね見つけましたマスカラなんですけど、結構ね学校に、まあ、ケイトなんですけど、学校に行ってもマスカラをつけててもねわからない、透明ブラックマスカラっていう感じの、ことを書いてありまして、ケイトラッシュフォーマークリアって書いてますけど、うっすらね色がねついてました。よいしょ。でちょっとねこう自然につくっていうことで、これねコーム型になってるんですけど、コーム型です。こんな感じ、ここね櫛をね溶かし上げるように、今日ね打ち合わせなのであんまりねこうまつげバッサリする感じにしたくないので、ナチュラルに持ってきました。口紅塗っていきます。はい、チーク塗っていきます。チークに、にゃんです、にゃんって顔してね。でこめかみに、今日ね口紅の色薄くしたのでちょっとチーク少し濃いめにします。ポンポン。最後にねちょっとハイライターですね、ハイライター入れていきます。でこんな感じ。じゃあブラウしていきます。はい、
どうですか。はい、こんな感じです。で、ね、この初めて使ったのがディオーザセラム BB っていうのと、ケイトの、ラッシュフォーマーでクリアの方の色になります。で今回、こちらの方のね、ディオザセラムの BB の方も、塗った時ねちょっと白いかなって実際思ったんですけども、つけてあげるとね結構透明感が出ていい感じでした。ただカバー力がものすごいあるのかっていうと、BB なのでそこまでしっかりっていう形じゃなかったので、このね上からちょっとクリームファンデーションの、まあ、この目のねこのゴルゴラインだけをちょっとつけてますけども、全体にはねこうすごく潤いがあっていい感じですね。うん、普段使いやすいんじゃないかな。はい、これ何日か使ってみないと、実際のところ、ね、1日置いてみてとかこう、ね、やっていってこうどのくらいの時間で化粧崩れするのかとか、そういうのをまたね検証したら、こちらの方で発表していきたいと思います。で今回すごいね、ケイトもすごいなと思って、このね何でしょうね、この綺麗につけれるっていうか、あとすごくねナチュラルにものすごくつくので、すごくねつけやすかったです。うん、で結構ねこうカールのキープ感がねやっぱちょっとあるみたいなので、これもねどのぐらいこうパシッとした状態がね何時間続くのかっていうのも、検証したら、発表していきたいと思います。本日もね最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったらこちらの方の登録もよろしくお願いします。では、行ってきます。また明日の動画で。